いや金持ちになりたいですね。もっともっと金持ちになりたいと思います。私もそうするといろんな人に対してお金を使ってあげれるじゃないですか。きっと今買い物を渋る方とか、本当あれ欲しいんだけどボーナスが入るまで我慢とかね、いやボーナスなんて出たことないよとか、お金にまつわる苦労悩みってのは、それが十分自分の懐の中に足りてないっていうところから起きてくるんでしょうね。世の中には本当に恵まれない人って山ほどいると思いますけども、でもそういう人に何もできないのは自分がまず満たされてないからだと思うんですよ。それこそバケツに水が溢れるぐらいやったら周りの人に恩恵も行くと思いますし、溢れる水をせき止めようとは思わないと思うんですよね。まあですので、まずは自分が満腹であることがすごく大事なんじゃないかなと思います。もちろんね、満腹になるって言っても、目の前の人が餓死しそうな時に自分を優先的に満腹にするために一つのおにぎりを独占しようとまでは思わないんですよ。そういう時は目の前の人に半分こしてあげるとか、とりあえずこれ一個あげるよっていう風に施すことはありますけども、じゃあ目の前の人が満腹になるまでずっと自分の食事を与え続けることができるかって言ったら、それはなかなか難しいですよね。まあですんで、自分の食事をおにぎりをあげ続けるよりも、こうやったらおにぎりがあなたの手元にも手に入るよと、もしくはパンが手に入るよっていう風に稼ぎ方を教えてあげるっていうのは、本当誰でもできるプレゼントだと思うんですよ。でもここにちょっとトリックがあるのは、誰でもできるっていうキーワードなんですよ。誰でもできるけども、誰もがやってるわけじゃないんですよね。なぜか。ね。じゃあ今ね、これから動画を見た何人かの方に語りかけたいんですけども、こういう風に手を合わせますよね。ちょっとやってみてください。どうですか？やってみました？やってない人が必ずいるでしょ。だからできるのにやってないってのはこういうことなんですよ。やってないでしょ。ぶっちゃけね。みんなやってないでしょ。やった方も全員がやってると思わないでしょ。人ってのはだからできることすらやらないんですよ。だからできないことはもっとやらないですよね。結局そのツケってのはやらない人に降りかかってくるわけですから、それは不満が残るよねってことなんですよ。だからできるのにやらない人、まずこれをなくしていくことが、私たちがね、有料であっても塾を販売していく目的の一つではあるわけですよ。できるのにやらないわけでしょ。できるのにやらないんですよ。なんでなんでしょうか。もう一回やりますよ。これできない人いると思います。でもこの動画を見てやらない人いるんですよ。そんなことやって意味あるんですかとかね、そんなのに付き合ってらんねえよと、いろんな気持ちあると思いますけども、できるけどもやらない人がいるのは、そういったいろんな気持ちの中でやらないっていう選択を求めるんですよ。当然ですけども、お金を稼げる方法、これやったら誰でも稼げますよって言っても、必ずやらない人ってできるんですよ。だから稼げない人ってのはいつまでたっても出てくるんですよね。稼げる方法が山ほど世の中に溢れていっても、それをやらない人がいる限りは、貧富の差、格差ってのは開き続けると思います。もちろんやって結果が出てもそれでも満たされないって方がね、いるのももちろん私も分かっております。でもとりあえずできる人から、豊かになれる人から順番になっていきましょう。次の番はあなたです。いってらっしゃい。